頑張れ頑張れ、これが最後の反撃なのさ。いいか仕込んだ放火のやつには私ない。頑張れ頑張れ、おいら隠れて作ったコンテンプ。おうちおきめの勇士だけずに笑え。笑い笑いだけどあんまり無茶をするな。笑う時に限る深夜近所迷惑。笑い笑い、みんなお前に書いたウケるネタ。豪華な商品すっからかのどっち。お笑いの30分、おいらは真のラジャミリスナー。皆さんこんばんは。私、おもかせ製作の鈴木庄司です。今回、しーちゃんの作詞で妹が歌うことになったので、私も駆けつけたわけでございます。では、そちらの内容に。斉藤ひろみのラジオ、お前からフリアイキャンペーンがやっと神奈川にやってきました。天候は朝のうち晴れだったんですが、鶴間さんのポエムがアンコールされたことで大雨かかりにも一緒に知らせ避難しました。さあ、いよいよトライアサの第7艦隊チームと横須賀総理チームと対戦、輪投げラジオムズのダンサーダンサーの勝負、そしてじゃんけんでスマッチ結果、第7艦隊の勝利となりました。風は強くてひろみさんのスタートメイク、3人出身、肌の中枯れてしまった、根本コーナー、中村店長も眠れなかった。近所の方から苦情ではニューヨーク行きたいか、行け行け、退散、退散。おいらは真のラジャミリスナー、絶対に帽子だけど、おいらは真のラジャミリスナー、こじつき自慢、今夜は咲いて、おー